んおはこんばんちは、うぷ主の親友です。今回は、マイルチャンピオンシップ、予想していきたいと思います。その前に、前回の結果、はい、点数が多くなるから、外していた、クイーンズリングが来ましたね。スタートで遅れた時は、よっしゃー、って思ってたのに、ってことで、現在の成績、的中率が 33%、回収率が 78% です。このマイルチャンピオンシップで、黒字に戻したいですね。さて、今回の予想は、僕も驚いています。親友マルヒ競馬ソフトによると、本命は、ミッキーアイル。最近戦力では調子悪いですが、過去には NHK 勝ってるので、戦力走れないことはないと思います。今の成績上、勝つか負けるかのどっちかで、そういう意味では、当日人気が落ちると思うので、買い時だと思います。続いて対抗には、ロードクエスト、前走富士ステークスは、9着ですが、スタート失敗、スローペース気味、だったので、うまく立ち回れれば、1着も取れると思います。そして、タンアナに、里のアラジン、休み明けのスワンステークス、1400メートル、走り切っても、まだ走れそうな顔をしてました。1着も十分狙えるが、少し1600メートルでは心配なので、タンアナです。電下には、ネオリアリズム。なんといっても、ライアン・ムーア騎手が乗ります。前走札幌記念では 36.9秒、過去最低の上がりタイムで、1着、ムーアが乗った時は、過去最高の上がりタイム 33.3秒、そして外枠なので、馬場の良いところを使ってくれれば、直線で、いい足を使ってくれると思います。そしてもう一頭、データから導き出されたのは、ガリバルディ、前走の富士ステークスは、スローペースながらも、じっくりと追い上げてました。これが平均ペースであれば、2着以内届いたと思います。ペースが向けば、この馬にもチャンスが、回ってくると思います。ということで、今回も、この馬券で勝負したいと、思います。かけるかかけないかはあなた次第。それでは皆さん、良い競馬ライフを。